どうもケビンスです。お願いします。チョキピース。今日はね、いてみたいな。懐かしいけど。チョキピースパニック。今日はですね、はい、ちょっと今までロケとかしてきたじゃない。いつね、食レポの仕事が入ってくるかわかんない。で、まあ急に入ってきた時に困んないように今日で練習しておこうという。ああいいね。企画でございます。ああ、見てください。このいい天気。ここがだよ。めちゃくちゃ真っ白、グレーに近い真っ白だから。パソコンと同じ色だ。いい表現じゃないぞ。昔のデスクトップのパソコンと同じ色。今日はね、あの俺の養成所の元同期が代々木上原にお店を出したんですよ。すげえじゃん。そう、そのお店でね、ちょっと食レポの練習していきたいと思います。いいじゃん。ここ？そう、もう目の前に来てます。はい、こちら。洒落てんな。洒落てる。一番賢い豚が立てたみたいなね。レンガ敷き詰めて。この代々木上原の出囃子さんに今日は行きたいと思います。チョキピース。出囃子、ね、いいですね。このなんか誘われる感じね。佇まいいな。よし。ああ見てください。こけたらしまい。こけたらしまいっていう。道路まで転がって。僕たちを導いてくれる。疲れてしまいじゃないんで。さあ行きましょう。入り口まで来ました。入ろう。犬か。取っ手があってここひねれば入れるから。そっちか。こうすんな。犬じゃないんだから。ごめんごめん、間違えた。入ろう。食レポだ。わ、すごい。めちゃくちゃ洒落てる。わー、すごい。見てください。使ってねえなー。これから予約いっぱいらしいですから。お客さんがいない時間を利用させていただきます。空いてる言うな。にぎわって毎日通りかかるたんびに満席だからね。そう、何回か入れずみたいなことあったもん。そうね、日君もね。そうおーさ、もう同期がやってくれてると。僕の養成所の同期があそこにいるんですけれども、はいはい、紹介しますね。紹介して。彼が僕の養成所の元同期の中島くんです。お願いします。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございます。素晴らしい店内ですね。最高。めっちゃこだわり抜いた、いつからやってるの？2021年の3月から。ほやほやじゃない。同期じゃん。あ、ケビンス、ケビンス。確かにね。同期だ。まだ絶対全然 M1 出れる。あと15回出れるから。あと15回出れますから。当然、中島君の同級生で幼馴染の。あ、そう。すごい。あ、切磋琢磨して。切磋琢磨して。あの、この方はね、あの、教員を辞めて、今後、寮と一緒に立ち上げたから。子供放置。あっさらして夢を追いかけてみたいなところがね。いや、素晴らしい。そう。毎日繁盛でしょ。コロナを全然ものともしない盛況ぶりですから。そう、すごいよ。日本酒とかもこんな揃ってて。ああ、全部美味しいよこれ。肉系も詳しいもんね。リーズナブル。しかも、あ、そうなんだね。確かに確かに、すごい。でもな、ゼロ消せた。110円だわけ。高くない？高くない？1100円はちょっとリーズナブルすぎるから。110円。こうなるとなんでここだけ110円になってんだよ。ちょっと、いや、安い自販機みたいになってるだろ。日本酒としては全然このぐらいします。あ、そうだ、1号でしょ。うん、全然やめてください。後で書いてください。ああ、そっか、はい、いや、ちょっと席座る。じゃあ座ろうかね。チョキピース。居酒屋だから、あ、飲み物、お酒ちょっと頼みます。ああ、いいね。せっかくだから、はい、じゃあ飲み物どうしようか。どうしようか。いっぱいあるな。トウモロコシ茶割りとか。うん、俺ビールにしようかな。じゃあ、あ、いいね、うん、じゃあ生2つ。むけ。向けして、顔向けろ。ごめんごめん、うん、なるほど。すいません、 ありがとう。こう使うな。ビリヤードみたいに反射を利用して。楽しみ。楽しみだね。初めて来たからさ。いや、来たかったんだよ。ザジーと来て何回か入れない、いっぱいですみたいなのあったからさ。そう、その場を俺見てるからね。そうね。そうで、ザジーさんがあの多めのお金置いていくっていう。そう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 。あの、かっこいいやつね。うわー、全部うまそうだな。いや、そうなのよ。その字面がうまそうってのあるよね。あるある。これ絶対うまいよなっていうの何個かあるじゃん、居酒屋メニューって。あるある。それだらけだな。うん。そう、いろんなうまそうなメニューがあるんだけど。あるよ。まず、お通しがすごい。お通し？お通し。マジで？うん。あの、冷たいほうれん草と人参のやつじゃないの？ああ、違う違う。ザお通しじゃないの？丸揚げたエビセンのチップスとか。あの、網で焼くよくわかんない
ちっちゃい餅みたいな、ね、そうそう、あのね磯丸水産の磯丸水産に帰ってくるあんなんじゃない。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。うわ、これは美味しいグラスだ。薄造りのすごいすごい配分バッチリね、黄金比です。9対1ってやつ。これもう、はい、じゃあお酒飲みましょう。あ、はい、乾杯。はい、これからもお願いします。あ、乾杯。はい、ではありがとう、いただきます。いただきます。うまっ、早いって。うまいな。おい、こぼしたんか、体の中に、体の中にこぼしたんかって。たしなむように。おい、すごいな、たしなめ、たしなみやすい、たしなめって。なんでもう透明なんだよ、お前のグラス。だからご飯頼もう。ああ、行きましょう。同期、同期の中島くんがですね、大将、おすすめのメニューをちょっと用意してくれてるんだって。マジで、楽しみだ。これ知らないからさ。うん。じゃねえよ。いや、ないよ。ないよじゃねえ。ないんだけど。このペースは正しいから。こっちが正しいから。あ、こっちが正しい。あ、何回くらい来てんの？俺も3回、4回くらい来てるね。マジ？それこそ、あの、うん、同期とかと一緒に来て。川波と、川波ちょいね。あとひょっこりはんと、スイランの大久保と、で、その時ザジーさんが入れなくて、俺らもグループに1万円置いていってくる。そうだな。そうそうそう。1万置いてたら、コンボイと川並町でひょっこりはんが、いいんですか、たじさん、すいません、ありがとうございます、みたいな感じで降りたーって降りてきて、あ、ええよ、ええよって格好つけて、さっそうとこ帰ってったんだけど、その道中に、うん、スイランのやつだけ降りてこんかったないいだろあ、大久保君ね、めちゃくちゃ迷ってたよね俺だけ面識ないからどうしようみたいな感じでね、面識ないやつに1万出してもうたって言ってたいいだろ、サジさん、許してやってよ。あ、あれだ。じゃあまず、トタのカツオの塩たたき。ありがとうございます。めっちゃうまそうじゃん、見て。ああ、ネギもたっぷりかかって。皿のサイズおかしいな。いいだろ皿のサイズおかしいです。報告すんな、ちょっと食べたい。で、西君、これ驚くこと流れ。おう、これね、お通しなのよ。マジで？そう、これがお通し。こっから先陣切ってくんだ。そう。うわー、ここスタートだ。食べよう、食べよう。うん、うわびっくりだよね。びっくり、これはすごいわ。俺てっきりこれがっつりメニューにあんのかなと思ってた。いただきます。うん、うまっ。うまいでしょ。むちゃくちゃ香りついてる。あ、トゥルトゥルだな。いや、そうなのよ。すっごい色気。いただきます。え、どうした。何？ウーマイリトルガール。チョキピース。なんか嫌なんだよそれ俺。本心じゃねえ気して。ギャグになった途端本心じゃなくなるんだよな。本心だ。ウマでいいだろうか。お通しの手間暇じゃないもんね。確かに。うん。だってカツオとさ、うん、ネギとこの薬味な。ね、うん。この薬味が変に合っててうまいわ。変って言うなよ。計算通りだから。うん、すごい。これは進むわ、うん、コンボイには悪いけど俺まだお酒あるから。あー、うん、いいな。チョキピース。はい、じゃあ次サバのポテサラ。おー、来た。え、聞いたことない。サバのポテサラ。うわ、すごいわ。すごい、ああ、綺麗ね。宝石箱や。食ってから言え。四角の彦摩呂いねえよ。四角の感想言う彦摩呂。ちょっと初めてかも。初めて。うわ、どうし、うん、うわ、よし、じゃあ、これ。おい、誰が上全部行くんだよ。俺にもハーモニー味わわしてくれよ。すげえ、サバってプチプチしてるんですよ。誰が上、すくってくんだよ、これ。すげえプチプチしてるわ。縦半にしろよ。おい。味はどうですか？いや、めちゃくちゃうまい。え、そのサバ感ある？サバ感もあるし、うん、で、臭みとかも一切ないし。いただきます。あ、いいね。あ、めっちゃ合う。めっちゃ合う。ちょっとワンポイントみたいな感じでサバの香り入ってんだな。あ、めっちゃいいじゃん。ポテサラってさ、うん、弁当の端っこにあるやつようなイメージだけどさ、うん、がっつりこれでなんかつまみになるな。いや、ほんとそうね。同期の寮がもともと調理師免許持ってて、あ、そうなんだ、うん、もう在学中の時から もうそれは持ってて、辞めるってなった時は寂しかったんだけど、同期のエースだったからね、寮は。そうなんだ。そうそうそう、うーん、クラス分けされるんですけど、あ、
NSC でよく言うよね、だあの山内さんが C だったみたいな。そうそうそう。で、亮たちのコンビは、うん、の一番上の A クラスに。うわ、すごっ、うん、そう。うわ、すごい。俺 NSC 行ってないからさ。あー、そうだね。そう。で、F? いや、F クラスまであるか。F クラスまでない A、B、C まで。普通に C クラス。あ、C クラス。はい、じゃあ、パリパリピーマン、肉味噌。うわ、うまそう。いや、調理前じゃない。調理前じゃねえよ。ちょっと。醍醐味だろうが。調理前ですよ。好きな量乗せれるっていう楽しいやつだよ。これいいね。これちょっと。でかいね、またピーマンが。でかい。うん。ちょっと、詰めようぜ。詰めよう。なあ。父の日も近いし。何がどういうこと？これ詰めて送るわ、俺。迷惑だろ。うわ、めちゃくちゃ湯気立ってる。すごい。これはすごいな、ね。マジで食ったことないわ。画期的。ちょっとじゃあこれを、うん、ちょっと、まあ、ちょっと相場がわからんからな。ね、相場がわからん。でもなんかこの、このでかい、うん。うん。大きいところに乗っけて。うわ、いただきます。ピーマンめちゃくちゃ生めちゃくちゃいいわ。調理前じゃないわ、肉。そうだって、うん、知ってたから。めっちゃ甘みがあるピーマン。あ、ピーマンに？うん。肉の甘みをピーマンが引き出してる。どっち？どっちが甘いの今？どっちも甘い。どっちも甘いのか？うん、今どっちの甘いの話してる。ピーマンも肉もどっちも甘い。いただきます。うまっ。めっちゃくちゃフレッシュ。そう、フレッシュ。甘いじゃない、フレッシュ。これはうまいわ。全然なんかその生っぽさもないしさ。そうそうそう、うん、お肉の味付けはどうですか。お肉の味付けは爽やかな感じにちょうどよく合う感じ、濃い味付けになってて、うん、うん、しかもさ、うん、普通に安いんだよね。この名前だったら高えじゃんね。何が高そうな名前で安い。どういうこと？このタイトルがさ、例えばあ、ズワイガニのカニ味噌とかね。ズワイガニのカニ味噌どこだ、うん、こう見たらさ、初めて入った居酒屋とかだったらさ、うん、ズワイガニのカニ味噌だったら2000円ぐらいかなとか思っちゃうんだけど、うん、500円おい大丈夫かよって経営2000円って思わないだろ。あれ山張りすぎ。いや、それは山張りすぎ。それは深夜通販番組すぎるわ。でもめっちゃ安いよ。ワンコインってないからね。高級感のある名前からの、うん、このね、リーズナブルなお値段っていうのがまたいいんだよね、うん、そうだね、マジで、うんうん、チョキピース。いいよね、すごいわ、うん、ベーコンとシトのクリーム。うわ、これさっき言ってたやつやばい、そう、これさっき言ってたやつ。おい、うまそう、いただきます。ま、腹ペコだったんか。そんなに好きだったのか。バルコ店員さんの手あったぞ、ここに。うめぇ。この時箸突っ込んでたからな。おい、あっち早いからだろ。あの時の銀ぐらい飯食ってたもん。3時に会った時の銀ぐらい食ってたぞ。めちゃくちゃうまい、もう最高、これ本当に。うわ、濃厚だな。そうなのよ、これ見るからに分かるぞ。あ、ベーコンと塩のクリーム、いただきます。うん、はいよ。うまっ。めちゃくちゃうまいじゃん。うん、むちゃくちゃマイルド。うん、マジでうどんにめちゃくちゃ合った味付けてた。確かにね、めちゃくちゃうまいわ。調合、うん、もちもちうどんも結構頑張った。頑張ったって言うな。頑張ったから商品になってる。ああ、よかった。当たり前。店長、これ山口とは結構あったんすか、接点は。接点はめっちゃ高かったね。うん、めちゃくちゃ遊べた、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう。え、AA クラスで、いや、 C クラスなわけじゃないですか。そう。どんなイメージでした？なんか最初印象、はい、最初、うん、めちゃくちゃ嫌われてて。え？そんなわけないじゃん。かわいそうになお前。そんなことになってた。嫌われてないんだ。いや、それ初めて聞いたんだけど。え、最初本人も知らないところで嫌われてたの。どういう理由で？なんでよ。なんかうさんくせえじゃん。うさんくさいことあるか。今と一緒だ、だから今と一緒、別に。と毎日花柄のシャツに、花柄の半袖のシャツに短パンで毎日って。うーわー。うさんくさいとされてたんだ、それ。なるほどね。俺は、うん、でもそれが面白いなと思って。あ、なるほどね。みんなが面白い面白いみんなは
あいつつまんねえなってなってたけど、そう、亮がさ、その要は A クラスになるような、うん、結構もう目立ってたから、うん、亮がいやあいつ面白いでって言ってくれたのがあってみんなの輪に入って恩人なんだ。いやそう、あで一緒にボウリング行ったりとか、あそうそうそう、料理してくれたんだ。そう、まさにこれもう捨てますっていう食材やったけどそう、捨てみんなは捨てた判定のやつをちょっとあのクリームチーズで炊いてみよう、炊いてみようかっつってなったんだね。そうそうそう、ああそうなんだ。でね、うん、何を隠そう、そのお互い所属して1年目とかになった時に、うん、あのそれぞれのコンビでこう悪戦苦闘していくわけよ。はいはい、もちろん。その時に亮が俺でずっとツッコミをやってたわけだけど、その時は、うん、山口どう考えてもボケやった方がええねって一番最初に言ってくれたのが亮。なるほどね。でそれでも変えずに7年ぐらいやったってこと。そう、俺がだから美談みたいに言ったけど、それ無視もう7年無視したわけでしょ。ツッコミみたいなのを俺が無理してやってるっていうのをね、亮が感じ取ってた。いや美談みたいに言ってっけど俺はそれ突っ張る。うっさかったってことだろそれやんなかったってこと。その時はマジでピンとこなかった。何言ってんだ、亮は。うっせえなーって思ったかもしれない。俺はもうネタかけるツッコミとして売れるんだってもう決めつけてたから全部突っ張れちゃってたの、ね、そういうの。ああめっちゃコンボイだな。定期的に会ってんの、芸人辞めてからも会ってたん。会ってるね、全然会ってる。あ、そうなんだ、うん、会ってない年ないんじゃない。でも言っても、ね、うん、下北でお店寮がやってる時とか、あ、やってたんだ、独立する前に。うんうんうん、同期とか例えば社員さんが辞めちゃう時の送別会とかを寮のお店でやったりとか。はあ、なるほど。で実はね、俺らね、うん、あの俺らがコンビ組む前、ネタ合わせしてるカフェにねいたらね、うん、そうで、お二人が、うん、この出囃子をどうしていこうかみたいな、これから立てるけど、そういう契約経費の計算とか ね、してるところにバッタリ立ち会って、そう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 、でそこからもう2021年ので1月結成して3月にここ始まってみたいな。素晴らしい、ゆかりのある、ね、ゆかりあるねお店ですよここ。いやーチョキピース、いや美味しかった。いやー最高最高。あもう俺だからビール一杯しか飲んだけど満足度がすごいもん。いや本当よね、触れ幅というかさ、いろんな種類の料理を楽しめる。はい、いや本当そう。そうでもビールはすぐなくなっちゃう。お前の問題だろそれは、うん、直せそういうお店でしたね。星一つじゃないんだよ俺がビールすぐなくなっちゃうので、俺がビールすぐなくしちゃうんで、でここ本当みんなに来てほしい。ただでさえでも予約は取れない状態だったけれども、うん、ぜひこれ見てる視聴者さんにね来てほしい、うん、予約取れたら来てほしい、ね、どこにあるの。このお店の場所は、はい、そこ右めっちゃむずいってそこをって千差万別だからあなたの思うそこをそこ右わかんねえってちゃんと載せてください、この辺にね、お願いいたします、じゃあ行きましょうか。行こうか、ね、いや本当ごちそうさまでした。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます、はい、また来ます。最高でした。いや、美味しかった。次ちょっとプライベートで来たいな、ね、うん、ちょっと変えていくな店の置物ルービックキューブちょっと変えていくなよ。仕事の作業1個増えるから。あ、そうか、はい、いや、美味しかった。ありがとうございました。ありがとうよ。もうすぐ終わり。はい、はい、今日はね、出囃子で食レポの練習させてもらいましたけども、うん、非常に美味しかったね。最高最高ね。代々木上原から徒歩1分ぐらいのところにありますので、ぜひね、調べてみてくださいね。どこかわからないよって人は、終わってる。やめろよ終わってないからね。チョキピース。